ゆゆっくりゆっくくりりされていきまサトミのキラリ、収まりました全馬がゲートの中スタートしました揃って出ました先行争い黒い帽子が2つ4番雪のロイヤル まずは出ていって2コーナーリード一馬身スーッとダッシュがついて8番クリーンエアー7番エコロブルーム2番手3番手4番手の外14番オーサムストロークこのうちに3番ボンドガール先段からさらには11番キャプテンシーが上がっていって奥深い向こう上面外回りです1馬身差中段前5番ルージュスエルテ12番シャインゾン・ユー外に並んでいってその後1番カズミ・クラーシュ10番エイム・フォー・エース16番里ミのキラリ1段で進んでいっています23馬身がいて中段よりも後ろ6番のエン・ヤラブフェイスの追走 最初の600は36秒0で入っていきましたエンヤラフェイスの外には並んでいった9番のデビッド・テソーロ3コーナーカーブを目指します1馬審査後ろから3投目2番のドリーミングアップ13番ブライトマンが続いていって1馬審査16番里ミのキラリー1番後ろとなっています中段の一角に15番スパークリシャールつけて600を切って34コーナー中間 逃げたのは4番の雪野ロイヤルです、リードを市馬新、外からじわっとキャプテンシー、そして8番クリーンエアが合わせに行って前3頭、400を切って4コーナーカーブ、先段インコースに3番のボンドガール、外からは14番、オーサムストロークも動いていく、4コーナーから直線、馬場の3分どころ、わずかに雪野ロイヤル先頭ですが、内からボンドガールが合わせにいく、外から俺青い帽子が2つ、7番エコロブルーム200を切って、8番のクリーンエアも伸びてくる200を切って、さらには7番のエコロブルーム間から伸びて、大外は1番、カズミクラシの追い込みですが、前は 雪のロイヤルエコロブルーム、エコロブルームセットを盗塁、2番手は黒い帽子が2頭、3番、ボンドガール、4番、雪のロイヤル2頭で接戦です。